友達おらんやつにね価値なんてないけど、俺はお前らのこと全員友達だと思ってるから、からお前らに価値ないなんて俺は言わせへんな。じゃあ投げ銭よろしくな。よし、おい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 、最近ね、ここのマップね、リスキルするとこ結構減っちゃったんですよ。で、その中でもまだ強いリスキルっていうのがあって、ここなんですよ。ここはね、結構強い、未だに強い。だからここね、あの相手見る場所が増えてね、増えた結果結構ここ見てられないんですよね。おかしいな、おかしいな。まあそういうこともあるか。ローザンギル1000、元気出して、あ、ありがとうございます。元気出すわ。1000円でなんか言いにくいでも買います。今夜は焼肉や。リスキルがしたいんですよ、やっぱり。俺はね、なんか新しいリスキル考えたいな。こうでしょ、これだけやと弱いから、やっぱりね、ここでこうかなっていうね。こうするやん、こうした上でこう、これ完璧ちゃう。おいおいおい、早い段階でカメラで隠すのやめろよ。お前まだいけるやろ多分。おいおいおい、カメラで隠すのやめろって言うて。オーケー、リス&キャロ、リス&キャロ。あ、やばいやばいやばい、後ろ、全力でスリーで上がってきよった。イースト階段に全員います。いやー、いい人から行き過ぎやろ。いや、あのピエロみたいなスレッジ強、あれ使ってスキンやばいぞ。ナイス、ピエロスレッジスキンだね。言うても1、2か、全然あるな。すぐ、おい、来た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 、ドラゴンしてくれ、カップマン。ステージやぞ、おい、ステージやぞ、気をつけろ。やばいやばいやばい、そのプレイやばい、そのプレイやばい。うわー、さっさとそれ直ってくれんかな、このバチバチ。けど、あんなバチバチになってる状況からさ、もう一回直るって、この世界の機械すごいよな。配線完全に焼き入れてるけどな、あんなバチバチなって。どっから出てんねんな、あの電撃。逆になんかあれなんかな、ガジェットの中に小さいおっさんでもいいのかな。小さいおっさんがガジェットの中でも、そのあれ割れたその機材のなんかのこの配線とか全部つなぎ直してんのかな、小さいハンダごと持って。あ、ここに1ピンいます。中央階ですね、中央階下の外。今中央階上がってきますよ。中央階上がんのやめました。今武器庫のハッチの下にいます。おやばいやばい、そういう戦い方。強く上がってくる、強く上がった、強く上がった、頑張れ。お前ならいけるけど、ポジションは変えた方がいいと思う。それだってお前さっきと一緒やもん、ドローンで見た時とこ。ほらもう完全に資料読みでお前武器庫一個張った、あの人どこ。え、どっ、え、今どうやって死んだ。嘘、寝てた。嘘や、強お前。あんなんどうしようもないからね。ごめんなさい。ナイストラです。コッパヒポに声似てるわ。あれ、俺ワンマイピックしたと思ってたんやけど、なんで。あれ、ワンマイピックしなかった俺。コパヒポに声似てるわ。ものすごくコパヒポに声似てる。まあいっか、0対2、こっからなんですよ。ということで、0対2の状況、誰もが負けると思うと思います。こっから本気出して、私、ちょっと待ってね、計算するね。これで、こうか、こうなるから、ね。オッケー。15、13ですね。勝ちたいと思います。こっからね。俺、これ倒せると思うんですよね。せよー！見えてないけどな、なんも。もはや。やばいやん。いや、いった。あれ、やばいぞ。おお、ナイス。そう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 。ナイス。そう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 。外出たね。ああ、ちゃうわ。外出て、全部嘘。え？ナイス？あとは？あ、来た来た、吹き抜け吹き抜け吹き抜けっすね。ナイス！強い鍋4。まあけど、こっから俺1デスもしないでね、15キル達成しちゃうんで、勝利宣言しちゃった。
本気になったプロゲーマー見てほしい。俺は一体このゲームでどれだけの研鑽を積んできたか見てほしいです。そういえばさ、最近思ったんやけどさ、甘いと辛いってなんか相対するものとして扱われてるじゃないですか。で、まあ実際問題、甘いものに辛いものを入れたらさ、甘さが相殺されたりさ、辛さが相殺されると思うんですよ。極端な話でさ、めっちゃ辛い麻婆豆腐を作った後にさ、砂糖を入れたらさ、その辛い麻婆豆腐はさ、まあまあそこそこの麻婆豆腐に変わると思うんですよね。辛さが相殺されて。にもかかわらずさ、あのカロリーは自重していくわけじゃないですか。おかしくないですか。あのカロリー保存の法則おかしいと思うんですよ。わかる？これおかしいなと思って俺。なんかそういうことに気づいて、なんか最近そういう、もう15キル3ですでしょ。だから言うてもあとプラス13キルすればいいんですから、で1ラウンドあたり3キルずつ取って、で1列下げればいいから、多分これでいけるはず、俺の計算が正しければ。おい、なんか貸しそうでくさ。おい、サンサン、なんか貸しそうな雰囲気しとんぞこれ。はい、こんばんは。あそこ食らうんや、それ強すぎやろ、そのバグ、そのバグエグすぎやろ。なやそれ、無限あるにやん、それ。え、強っ。あれは塩なんかバグなんかそろそろはっきりしてほしいよな。1対1いけるか。多分飛び合いと思うぞ。ちゃうかったわ、ナイスやな。お前よう聞いてんな、音強っ。2になと思った。え、これ夢立たれたやん俺。フラグ取っていくわ。じゃあ絶対行こうか。よくぶち事取ったなこいつら。だってね、フラグトップになると思ったらね、もうこのドローンとか触ってる場合じゃないですよ。こっからフラグトップは取るんだね。たマジ？どこにあんの？けん？どこにあんの？人はみんなどこにあんの？急がだろこれ、絶対急がだろ。あ、ちゃうわ。え、どこ？紹介だ。急がちゃうの？行くな行くな、お前。キル取りに行くな、キル取りに。オーケー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 。残り物には服がある。この残り物の中央階段文字、やはり服があった。ここね、見えましたよ、射程圏内、捉えてます。残り300ポイント、俺なら詰める。みんなね、キルポイントがフラグトップになるための技で、てっきり俺はキルポイントのことを言ってると思ってる人いるじゃないですか。え、ケンキさん、キルしまくってフラグトップになるんじゃないですか。甘い。プロゲーマーですよ。勝つたび手段選ばないですよ。まずは、このもうディフューザーじゃなくて、ドローンをどうでもいいから、とりあえずボムに突っ込ませても、ボムを発見する。そうすることによって100ポイントを得る。まずそこから。来た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 、俺が発見するよ、俺が発見する。まずはここで俺が発見して一気にポイントを詰めていく。さあ行くぞ。さあ武器庫、ドローンを詰めてボムを発見されていく。失ったのはドローンだけ。まあとりあえずもうね、恐れずに行こうや。作戦ガンガン行こう。俺が一番最初に敵に出会わなあかん。あ、こげる。やばい、いる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 。もうドローン壊せ、気が動転して壊せ。これね、現地やな、無視して。あっ、キルバックされた、犯罪いる、犯罪者いる。オーケー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 。あと1ポイント。ああ頼む、これ負けてくれ。こっからお前クリアしろ、バンニット。お前がもうこっから負けるしかない、いや勝つしかない。無情に鳴り響くコング。うわー、あと200ポイントだったから1キルしても意味なかった。マジでかー、超えられませんでした、この壁。
次回は絶対この難関超えてみせたいと思います。